合算寺は、茨城県桜川市西小花川にある、天台宗の寺院。三号は、陽光山。室町時代、合算寺十三世、光栄により、天台宗に改められて、江戸時代は、天台宗の学問所である関東八段林の、一つとして栄えた。法定が祀られて日立七福神の一つに列している。合算寺の三門客伝事点によれば796年。 徳一によって、橋本に創建されたという。1127年、橋本城主、谷中孫八郎小国は、合算寺を、菩提寺とした。1430年、合算寺十三世公営の時に、宝省州から、天台州に改修された。1615年、徳川秀忠より、主因地六十国を賜り、1616 16年、恵県の時に、 現在の地に移転した。1626年火災で消失するが、笠間藩主、浅野長重家の援助により再建された。1705年には、大幕州の両同閣により、共像と鉄岩盤一彩鏡が寄進されている。1998年栃木県二宮町をネタに、ある、町営寺から観音堂を移築する。文化財名称は、茨城県大百科事典による。 カッコ内は、茨城県指定時の名称。東日本旅客鉄道水戸線羽黒駅から徒歩10分。ありがとうございます。